つの力を見せつけてやるのだ。ローランスに遅れを取るな。来たか、同志。ルーカスたちは右翼先鋒奇襲部隊だ。待たれよ、同志。貴様には中央に展開した指揮に従え、同志。ここは私の戦場だ。俺のやるべきことは変わらない。ここが誰の戦場でもだ。ガキ一人がどれほどのものか。大臣の目も曇ったものだ。我らも出るぞ。あっちの崖上ならきっとルーカスたちも見つけやすい。その分敵にも気づかれやすいルートね。デンデン、傭兵団の奇襲からの攻撃は失敗。本隊に合流する。急げ。なんだって、ルーカスたちを見捨てるつもりなのか。彼らの犠牲を糧にせればより多くの兵が命を落とす。彼らはまだ戦ってるじゃないか。これは戦争なんだ。行くぞ。スレイ、彼は兵士としての役目を果たしているだけだ。攻められないよ。クソ。こんな殺し合い、馬鹿げてる。人々の怒りや憎しみで溢れ返っていますわ。息苦しさの原因はそれだね。戦場はまさに汚れのるつぼだ。あれか。行くのね。うん、頼むぞ、みんな。ルズローシブレレイ。大丈夫、手加減してるよ。なんだこいつ、ただの長剣一本で。えっ、うわっ、なんだ、何に防がれたんだ。バッケムロ、何が起きてやがる。どうし、どいてくれ。弓兵、同志の力なのか。ルーカス、帰ろう。ああ。引け、ローランス兵。なんだ、声が頭の中に。何者だ、貴様。次はない。引け。悪魔だ！ハイランドが悪魔を連れてきた！引け！引け！本当に無事でよかった。スレイ、彼らもいつか分かってくれる。そうですわ。ありがとう。気休めでも今は嬉しい。泣いてもいいけど。うん、
まだ終わってないから。ここに生まれてしまった氷魔を沈めないと。スレイさん、ま、今回はとことん付き合ってあげるよ。ありがとう、ミクリオ。相当しろ、一人も逃がすな。師団長さん、もう勝敗は決してる。どうしか、何を甘いことを。ここで徹底的に打ちのめせば以後も優位に立てるであろうが。そんなことのために。スレイさん、この人に何を言っても無駄ですわ。どうし、貴様の働きのおかげでこれほど圧倒できるのだ。もっと誇られよ。約束通り、アリーシャは必ず解放してよ。なんて醜い人間なのかしら。スレイ、こんな状態でいくら氷魔を沈めても焼け石に水だ。ですわね。落ち着くまでここから離れましょう。分かった。この領域、今まで感じたどれよりも。冗談じゃない。これほどの汚れ、まさか。何なの？これほどの邪悪な領域を持つ者は、他の者しか考えられませんわ。まさか、サイカの剣士。あの人たち、正気を失ってしまったようだわ。止めなきゃ。スレイ、いけません。今の私たちが叶う相手では。分かってる。ヤバくなったら逃げるよ。みんなの命も預かってるんだ。しょうがない子ね。スレイさん、スレイ、この氷魔どうしよう。このランドンの武功を邪魔立てする気だろう。許さぬぞ。さあ立て。大臣も貴様の首を見れば、私と同志のどちらが国にとって必要か分かるだろう。ダメですわ。この方はもう完全に氷魔と化している。やるしかなさそうね。今の状態でこいつと戦うのか。みんな踏ん張ってくれ。うらりぃ、汚れが消えない。ダメですわ。この領域の力はすでに私の浄化の力をはるかに上回っています。根本を取り除かないとダメか。けどこの領域の主を退けるのは無理よ。行くしかない。無茶ですわ。ライダー、お願いだ。
俺たちがやらないとこの戦いは止まらない。あの丘の上が汚れの中心のようです。ごめん、詫びなんて不要だ。僕たちは死なないからね。そうだよな。行くのなら早く行きましょう。はい。お前が新たな同志が現れていたとはな。恐ろしいか。死の予感完備であろうが、ライガー、フォエスメイガー、スイ！
助けてくれたのか。ミクリオ、あの獅子の男、一体何をしたんだ。追ってか。とにかくここを離れなきゃ。目が覚めた。君が暗殺団の統領だったんだな。びっくりした。うん、まあね。名前なんて呼べばいい？ロゼでいいよ。ねえスレイ、なんでほっとかなかったの？目の前で倒れてたら助けるでしょ。それが暗殺ギルドの人間でも。それじゃあロゼはどうして俺を助けてくれたんだ？暗殺ギルドの人間なのに。わかんない。助けてよかったのか、これから判断する。いい人なのは確かなんだよね。え？スレイ、誰かが見てる。あ。ねえ、北に向かって。そこに、私たちが隠れ家にしてる遺跡があるんだ。え、でも、追手にバレちゃってもいいの？大丈夫大丈夫。っていうかもう下ろすよ。このまま行こう。その方が油断させられるし。ちぇ。こいつ、例の同志。話は後、追っ手を誘い込んだんだ。まずはその始末が先。え？おい、待った。本当に追っ手を殺すのか。相手次第かな。なんか嫌なんだ、ロゼみたいな子が人を殺すの。あ、君たちが。ハイザン兵狩りの相手を間違えたな。見ての通り、私らは軍人じゃない。もう行って。ハイザン兵狩りなんてもうやめときな。いたたまれないよ。ローランスも何を血迷ったのか。ローランスの上層部は何考えてんだろう。ハイランドは姫が抑えていたというのに、ローランスが突然開戦か。さすがに予想できん。おかげであんな子供まで野党まがいの真似をしなきゃいけないけど、まあたくましく生きてる。何その顔。いや、僕ら暗殺ギルドやってっけど、誰彼構わず殺してるわけじゃないよ。殺さなければならない者以外は殺さないさ。じゃあ俺は。少なくとも闇討ちみたいな真似はしないけど、スレイ、同志がやっぱり人を迷わせる邪悪な存在でしかないなら躊躇なくやる。忘れんなよ。もう遅いぞ。助けたこと後悔しても。だが、どうやって見極める、棟梁。それなのよ。ごめん、なんかおかしくて。さあ、
隠れ家はこっち。しばらく休めるよ。俺たちは他に追っ手がいないか、あたりを見てくる。サンキュー、任せた。そっちのは今話題の同志か？スレイって言います。なぜ同志って分かったんですか？天然だな。その格好見れば分かる。この人はメイビン。ギルドの一員じゃないけど恩人なんだ。今時珍しい探検家よ。へえ。気ままに旅してこれの足跡を追うのが気に入ってるってだけだ。天意見聞録。お嬢、戦争が始まったと聞いて気になってたんだが、問題なさそうか？このアジトはもう捨てる。依頼もしばらく様子を見た方が良さそう。もしかして俺のせい？同志が暗殺ギルドの心配か？変わったやつだな。そうなのよ。さて、俺はもう行くとするか。もう？あんまりのんびりしてるなよ、お嬢。同志の出現、戦争勃発、これから時代が大きく動くぞ。うん、分かってる。スレイ、せっかくここに来たんだ。奥にある遺跡の謎を解明してみせな。え、どういうこと？ここは天意見聞録に載ってない。他にもいくつかそんな遺跡や伝承がある。そんなに発見が困難なわけじゃないのにだ。なんか裏があると思わねえか？自分の目で確かめた時にこそ伝承の本当の意味が見える。上出来だ。スレイ、また会おうぜ。お嬢もな。うん、また。じゃあね、おじさん。中に入って。うわー、疲れた。今日はもう寝る。スレイも適当に奥のベッド使って。ありがとう、ロゼ。勝手にどっか行くなよ。まだ安全かどうかわかんないんだし。スレイのやつ、もうちょっと警戒するもんだろ。仲間外れが寂しいのね。声が届かないのって本当にもどかしいですわね。みんな、スレイ元に戻ったのか？本当よかったですわ。いなくなったのかと、すげえ焦った。ヘルダルフとかいう獅子の顔の男、あの時一体何をしたんだ？考えたことない？二つの領域が重なったら、どちらの加護が強く影響するか。どういうこと？スレイさんの同志としての領域が、かの者のそれに打ち負けたのです。そのせいでスレイの霊能力が一時的に麻痺したってわけか。しょうがないわ。ドラゴンよりも強く、汚れた領域を持っているんだもの。ヘルダルフ。あいつが、サイカの剣士なのか。まず間違いないでしょう。あれほどの汚れをまとう者は、他にないと思いますわ。じゃあ、あいつがあれほどの汚れと力を持ったのは、何か理由があるってわけか。当然だろうな。あんなのが自然に生まれてたまるか。それを知り、スレイさんが答えを持って、かの者に挑まなければ。スレイさん？何ブツブツ言ってるの？ああ、
ここに仲間がいるんだ。は？天族なんだけど。そういうの笑えないよ。ライラ、彼女ならあれで声が聞こえるんじゃない？そうですわね。やってみましょう。何？耳を澄まして、ロゼ。ロゼさん、聞こえ？ちょ、ロゼ！ロゼさん、落ち着いて。聞こえない！バカ、話せ！ロゼ、聞いて！ふだふだず。タブーに触れちゃったね。どうしたの？同僚、そっち系点でダメだから。そうですか。同志、楽にしててくれ。何かあったら呼ぶけど、しばらくここにいてもらうよ。君への対応が決まるまでね。デゼル、いろいろ聞きたいことがあるんだ。奇遇だな。俺も聞きたいことがある。天族の力をまとって戦う、あの力は何だ？カムイのことか。カムイ、そう、あれが。俺もあの力を得られるのか？カムイは同志と天族が一体となって行使するものです。お互いが力を合わせるんだ。手に入れるって類のものじゃないよ。面倒な力だ。だが確かに強い。全く意図がつかめない。何なんだ？品定めさ。俺の目的につながってるかどうか。もう一つ答える。あの娘ロゼ、カムイの力を発現できると思うか？彼女なら可能かもしれません。それほどの素質を秘めていると思います。そうか。けど今のままじゃ一生無理ね。どんなに素質があってもあの子は天族を拒絶してるもの。誰のせいかしらね。結局こっちの話は聞く耳なしか。風の天族はよくわからないのばかりだ。カムイの力を求める天族か。スレイさん、どちらへ？戦場に戻ってみようかと思うんだ。何を言ってるんだ！また霊能力を遮断されるかもしれないのよ。けど手をこまねいているわけにもいかない。とにかく何か掴まないと。僕は反対だ。無謀すぎる。最下の剣士は同志が何とかしないといけない。だから行かなきゃいけない。そうだろ、ライラ。いいえ、焦らないで、スレイさん。あなたが自分を見失ったらどうなるか話したはずよね。同志が汚れてしまったら世界はさらなる最悪に見舞われる。そうです。忘れないでください。確かにやってみなきゃわからないこともある。だけど今はその時じゃないと思うね。僕は。はい、今スレイさんに必要なのは休息ですわ。僕に提案がある。奥の遺跡を探索に行かないか？あのメイビンとかいう男の言葉も興味深い。そうしましょう、スレイさん。そういうことらしいけど。よーし、久々にがっつりやるか。あ元気が出てきました。休息を取るんじゃなかったのかしら。同志としてのね。じゃあ早速行ってみよう。
まずはこの扉だな。それ全然開け方わかんないんだよね。どうでもいいから放っておいたんだけど。開きそう？どうかな。ちゃんと調べてみないと。そう。何？別に。ただの同士観察。気にせず続けて。入り口自体は閉じてる遺跡か。やはり閉じられてる意味があるんだろう。けど封印の類じゃないな。鍵穴すらないし。スレイ、久々に勝負といかないか。いいよ、絶対俺が先に開け方見つけてやる。負け越してるのを忘れてるようだな。来た！おお、待ちくたびれたわ。なるほど、さっきのが扉の回転を邪魔してたってわけか。へへ、今回は俺の勝ちだな。どうやらね。さてと、ロゼも行くのか。うん、スレイが行くのならね。ロゼ、遺跡の中には人にとって魔物と言えるほど手強い獣がいることがあるんだ。そんな奴らを俺はヒョウマって呼んでる。うんうん、聞いてる？ヒョウマ、めちゃ強の獣でしょ。聞いてる聞いてる。危ないかもしれないんだって。スレイが大丈夫なら私も大丈夫。知ってるでしょ、私の実力。いい退屈しのぎができそう。ああ、俺も行く。お前たちに余計な手間はかけさせん。けどデゼルはヒョウマを浄化できないじゃないか。ふっ、あ、いざとなれば助けてやればいいさ。ですね、せっかくの遺跡探検です。楽しみましょう。奇妙なバカンスになりそうね。何これ、レバー。ロゼ待った、遺跡の仕掛けを不用意に触った。ダメだ、鍵穴もない。あらら。あららじゃないだろう。いや、でも結局作動させたっしょ。行き止まりだったし。うん、読まれてるよ、スレイ。あれ、戻んないや。どうすんだよ、これ。奥開いたし、ちょっと見てくる。そこ動かないで。動けないんだよ。怒んなって。参ったな。ダメだ。内側からはどうしようもない。ロゼを信じて待とう。ロゼさんを私たちの旅に誘いませんか。な、何突然。僕も同意だ。スレイのいい仲間になると思う。ミクリオまで。ジージが言ってた。同じものを見て聞くことのできる真の仲間だよ。真の仲間か。いいんじゃない。ロゼさんの霊能力はスレイさんと比肩するほどのものです。アリーシャさんの時のように重視の代償でお互い苦しむこともないと思いますわ。それに人間がスレイだけだと時々面倒なのも分かったし。けど同志の宿命に巻き込むわけにはいかない。
やっぱり君が気にするのはそこなんだな。スレイさん、ここまでの旅は辛いことばかりでしたか？ううん、楽しいこともいっぱいあった。同志の使命に飲み込まれる程度か、僕たちの夢は。違うよな。言いたいこと分かったよね。うん、何でも抱え込むな、だね。スレイさんの責任感嬉しく思いますわ。ですがスレイさんにはスレイさんの歩き方があるはずです。無理して走っても途中で倒れるだけ。俺に合ったやり方を見つけ出さなきゃってことだな。そのためにも仲間が多いのは心強いだろ。そうだな、決めるのはあの子だけどね。まずは話して私たちのこと理解してもらわないと。いきなりの難関。いずれにせよ戻ってくるのを待つしかないね。まさかじっとしていることになるとはね。昔を思い出して楽しいよ。これも遺跡探検の醍醐味だよな。僕は閉じ込められたことなんてほとんどないけど。俺が仕掛けを解除してやったこともあるだろう。ごくごく稀にね。ちん、それにしても変わった遺跡だな。閉鎖された空間、覗き窓もある。そして外からの操作で部屋の仕掛けが作動するか。そうか、実験場だ。ここが実験のためのものなら中からは開かないだろう。完全にロゼ任せだね。でも何の実験をしていたのかは調べられるよ。脱出できるかどうかわからないってのに君は本当にお気楽だな。うっせえ。うわっ、とにかく戦う準備を。はあ、驚きましたわ。なんか嫌な予感がするんだけど。珍しく気が合うわね。私もよ。大丈夫だよ、多分。遅いわね。私も行けばよかった。なんか落とした。したわね。煙だ。ほんと大変ね。なんか他人事なんですけど。ええ、煙で困るのは人間のスレイだけよ。頑張って。エドナ、冗談を言ってる場合じゃないよ。ひとまず体勢を整えましょう。しょうがない。もう大丈夫みたいね。うん、なんだか楽しそうね。うん、なんかこういうの久しぶりだなって感じるよ。そう、その感情を大事にすることね。開きましたわ。この感じ、領域。かなり強力な存在だぞ。しかもこの汚れ、妖魔だな。ロゼの声だ、急ごう。何何何、そんな、ドラゴニュート、やばいやつなのか。ドラゴンの幽体の一つですわ。危険な妖魔ってことか。もうやだ。そろそろ限界みたい。行くぞ、みんな。おい、ヒョウマ、お前の相手はこっちだ。スレイ、どうし、かなわないようなら逃げましょう。ああ、とにかくロゼたちが逃げられる時間さえ稼げれば。ロゼ、逃げろ。ロゼ、何やってんだ。逃げろって言ったじゃないか。ケドさん、私のせいでしょ、そんなになってるの。気にしてないから。
僕抜きでしばらく耐えてくれ。え、ロゼ、関心にも今度は耳を傾けてるね。ロゼ、怖がってもいい。そのまま我慢して聞いてほしい。スレイはあんなやつだ。幼馴染の僕でも見ててハラハラする。僕たち天族は確かにスレイの仲間だ。だけどスレイと同じものを見たり聞いたりできてるのか正直わからない。スレイだけが人間だから。そう、スレイには本当の意味で同志の宿命を共感できる人間の仲間がいないんだ。私にスレイの仲間になってほしいんだ。決めるのは君だけどね。ねえ、名前なんて。ミクリオ、来てくれ。はいはい。ミクリオ、これは勘弁して。やってやるから、スレイ、ミクリオ、それと、あ、何、何なんだ。私も戦う。彼女は決心したようだ。もちろん彼女の意思でね。ライラ、時間を稼ぐ。その間に重視の契約を。ですが、スレイさんにマナをつけてもらわないと。ウィクエクウィク。え、それがロゼに与えるマナ。わかりましたわ。ちょー、お待たせしました。ライラ、ロゼ、よし、一気に決めるぞ。同志、遊びはもう終わりだ。俺のカムイを発言させろ。デジェル、お前なんで。終わったらちゃんと説明してくれよ。やった、犬の天族、うまくいったな、ロゼ。ロゼ、ロ、おい、しっかりしろ。ロゼだと思った？私よ。ちょ、ざっけんなってな。よっぽどこの子にご執心なのね。何のつもりだ。あら、あなたが陪審になったわけがスレイたちにわかりやすく伝わったと思うけれど。どうし、俺は。わかったよ、デゼル。聞け。デゼルさんは、カムイの力で成したいことがあるそうですわ。そうだ。そのためにお前たちを利用させてもらう。何をしようって言うんだ。復讐だ。俺の友を殺し、風の傭兵団に濡れ衣を着せ、犯罪者へと落とし、暗殺ギルドとしてしか生きていけなくした。兵馬への名。なんだ、それなら歓迎するよ。その兵馬を沈めればいいんだな。それだと救うだけだ。俺の目的は復讐だと言ったろ。殺そうって言うのか。ライラ、なぜこんな奴を陪審に招き入れたんだ。こんな方だからですわ。復讐に取り憑かれたデゼルさんがこれまで兵馬にならずに済んだのは、汚れない器があったからこそです。ロゼか。そうか。ロゼが僕たちと共に来るのなら、デゼルは汚れなき器を失い、いずれ復讐心が汚れと結びつき、兵馬と化す。
復讐の相手と同じ兵馬になるなんざ、死んでもごめんだからな。お前らが招いた結果だけど、あなたの望んだ結果でもあるんじゃないかしら。ふん、否定はしない。カムイの力がどんなものか好みで理解できたからな。事情は分かった。一緒に行く以上勝手な振る舞いはさせないぞ。ちゃんと協力はする。俺も天族の端くれだ。同志の活動に異論があるはずはないだろ。確かに。そういえば、そっか。ロゼには俺の話は黙っていてもらおう。その娘は自分の意志と力でこれまで生き抜いてきたと思っている。俺が後ろで何を狙って何をしてきたかなど知る必要はないからな。デゼルさん、これでみんな友達ね。その娘で遊ぶな。ちゃんと見てやる。大丈夫よ。怖くて気絶してただけだから。あなたが床に叩きつけたことの方が効いてると思うわ。ロゼさんが目覚めるまでここで休憩しましょうか。こちらの天族の方もまだ意識を戻しませんし。そうしよう。